国盛は、近世日本の県地における田畑屋敷の法廷の段あたりの見積もり生産工これに基づいて、全体の国高を算定した。ただし、本来は、都大、国高の算出についてを指していた。時代によって基準は違うものの、生産工など田畑の優劣に応じて、上田、中田、下田を基本としてその上に上場田、その下に、 ゲゲデンという等級を設置するのが通例であった。ゲゲデンにも達しない田畑は、見つけと称された。対抗検知においては、上田を一国ごと、中田を一国三と、下田を一国一ととして、ランクが一つ落ちるごとに二とずつ下げる方法が採用され、屋敷地は一国二とを基準とすること、ゲゲデン、畑、河原のなどについては、見計らいとされ、 検知担当者の裁量によるものとされた。江戸時代には、下下伝は9と、畑は上畑を1国2都として2と下りする方法が採用されている。ある田畑の中でランダムに数箇所を選んで、付近一坪を収穫して、その平均収穫庫を算出する。もし、平均の稲もみの収穫庫が一坪あたり一章と、すれば、一番あたり換算で3国となる。 5分3で脱穀をした場合、玄米の量は半分の一国ごとになると算定できるため、一国ごと大、すなわち一段あたり一国ごとということになり、上田に相当することになる。また、大名によっては、比減引き2割を行って、収穫校を2割減で算定する方法を用いる、班もあった。もっとも、県地における土地の評価は担当者の判断に依拠する、ところが大きく、 街道沿いなどの商工業が盛んな地域の田畑では高く見積もられ、政治的、軍事的用地や壁地では民心掌悪のために低く見積もられことがあった。これが農民から見ると不可の不公平にも見られ、時には農民一揆の原因になることもあった。江戸時代中期頃には条件に関かかわらず一律の国盛りが採用されるようになり、非現引きが廃されて、 屋敷地と上畑を下田の国盛一国一都に揃え、畑についてはそこから二と下りする方法が採用されるようになった。だが、農地の生産力向上に伴い、国盛の算定額より実際の収穫量が上回ることが多くなっていくが、算出方法はほぼそのまま、明治の地素改正まで引き継がれている。なお、 検知による国盛の修正があった場合、国盛の増加分を国盛り目、減少分を国盛引きと称し、土地の名目が上昇を石間伊豆市、反対に下落を石間引きと称した。ありがとうございます。